はいどうも、キャッチミーの高幸です。今日もフットボールマネージャー2020 J リーグ100年構想ということでやっていきたいと思います。まあ簡単に言うと、100年間 J リーグを進めてどのような結果が生まれるのかっていう、めちゃくちゃ作業芸なんですけど、結構時間がかかる企画ということでやっていきたいと思っております。まあ1年目から5年目をね、軽く振り返らせてもらうと、まあ J1 だけなんですけど、1年目はヴィッセル神戸が優勝し、2年目 FC 東京が優勝し、3年目ヴィッセル神戸が返り咲いて優勝で、4年目5年目を横浜 F マリノスが優勝したというところで終わったんですけれども、まあ結構ねチームの動きはめちゃくちゃあって、まあ今5年目のシーズンなんですけど、5年目ここ終えたところで、まあ降格はしちゃったけれども、モンテディオ山形が J1 にいたり、京都サンガも J1 にいたり、東京ヴェルディも J1 にいたりということで、まあ J2 からね上がってきたチームが結構頑張ってるっていう印象があるんですよね。2年目のシーズンやったかな、2年目のシーズン浦和レッズは J2 降格を経験して1年で J1 に戻ってきたりとか、3年目のシーズンに湘南ベルマーレは2位になってたりとか、本当にねなかなか普段の J リーグじゃ見られない光景が結構見れてるっていうのもあって、面白い展開になってるっていう感じですね。まあ J2、J3、JFL の方もねかなりチームが変わったりしてるんで、その辺振り返りしていきたいんですけれども、ここ全部振り返ってたらね、まあ肝心の6年目から10年目のシーズンがねなかなか始まらないっていうのもあるんで、今から6年目のシーズン終了に向けてやっていけたらなと思います。今からね休暇に入るんで、その休暇の間にこの5年目に起きた移籍の動向とかをお伝えしながらやっていきたいなと思います。はい、まあねまたこうやってねシーズン終了まで休暇をして進めていくわけなんですけれども、まあもう5年目となるとね、日本人選手の移籍っていうのがあんまり行われなくなってきてたり、中堅の選手がベテランになってるんで移籍金の上位に位置してる選手が少なかったりするんで、外国籍の選手が上位を占めてたりするんですけれども、日本人選手の移籍で結構こんなとこ行くんやと思ったんが、鹿島アントラーズのミサオが UAE のアルジャジーラっていうところに移籍してたり、川辺が横浜 F マリノスに移籍してて、その横浜 F マリノスからアルアインに移籍してたりとか、ちょっと UAE のクラブに日本人選手取られてるなっていう印象がありましたね。で、遠藤啓太とかもね、横浜 F マリノスにいたんですけど、アルジャジラ、まあ、ミサオケントと同じところに移籍したりっていうのがあったんで、これ、UAE とか中東のクラブが日本人選手本格的に取ってきてるんやっていう印象が、この5年目のシーズンで見えてきたっていう感じですね。じゃあまた6年目のシーズンの終了までこの状態が続くと思うんで、6年目のシーズン終了でお会いしましょう。はい、というわけで今ちょうど6年目のシーズンが終了したんですけれども、6年目優勝したのはヴィッセル神戸ということで、いやー横浜 F マリノスは3連覇とはならずなんですけれども、2位でフィニッシュ、しかもまたもう勝ち点は同じということで、ヴィッセルと横浜 F マリノスが結構 J リーグを牽引してるっていう感じになってるんかな。ちょっと期待してた湘南ベルマーレが3位フィニッシュということで、また上位に上がってきましたね。で、ガンバ大阪とか川崎フロンターレ、鹿島アントラーズ、この辺もね常に上位をキープしてるっていう感じはあるんで、結構戦力差とかが見え出した頃なんかな。ただ本当にヴィッセルはこの6年間で3回優勝してて、マリノスが2回優勝してる、であと1回が FC 東京っていうわけなんで、結構上昇軍団っていうところに入ってきてるんはヴィッセル横浜 F マリノスなんじゃないかなっていう感じですね。で、今回降格するんが3チームということで、久しぶりに J1 のチームがプレイオフで負けたんよね。で、大宮アルディージャ、名古屋グランパス、ベガルタ仙台、この3チームが J2 に降格すると。じゃあちょっと J2 の順位表を見て、来シーズン J1 に昇格するのはどのチームなのか見ていきたいと思います。はい、というわけで J2 昇格する3チームがサガントスとヴァンフォーレ甲府とアルビレックス新潟ということで、いやサガントスめちゃくちゃ久しぶりの J1 昇格やね。結構 J2 でくすぶってたイメージあったんで、久しぶりに J1 に戻ってきたっていう感じやね。で、ヴァンフォーレ甲府は初めての J1 昇格ということで、2位フィニッシュやったけれども、頑張って残留を目指してほしいチームの一つとなってきましたね。で、3位やったんかセレッソ大阪は、1年での J1 復帰はならずということで、もう1年 J2 で戦うことになりました。で、4位が FC 琉球ということで、琉球が上位に上がってきてるんやね。で、プレイオフを制したアルビレックス新潟が5位ながら J1 昇格を決めたっていうことか。まあアルビレックスもね、ずっとこの企画の中
帰ったら J2 にいるチームだったんで、まあ J1 の経験は過去にあるはあるものの、この企画上は J1 初挑戦ということで、どのような結果が待ち受けているのか、気になるところっちゃ気になるところですね。で、YSCC 横浜と FC 岐阜が J3 降格決定したっていう感じやったシーズンみたいですね。YSCC はね、初の J2 挑戦やったんですけれども、1年で J3 に戻ることが決定したっていう、ちょっと悲しいシーズンやったんかな。じゃあ次 J3 の順位表を見ていきたいと思います。 J3 来年 J2 で戦うのはこの2チームですと。はい、ジェフユナイテッド千葉が1年での J2 昇格を決めていますということで、まあ昨シーズンね、ちょっと J2 の中ではかなり困惑した順位やったんですけれども、まあ1年でね、ジェフユナイテッド千葉が J2 に戻ってきたっていう感じですね。まあないことはないんやろうけれども、ジェフユナイテッド千葉が落ちたんは結構衝撃やったんで、1年で J2 に戻ってくることができてよかったんじゃないかなと思いますね。で、ロアッソ熊本がずっと J3 にいたんですけれども、ついに J2 昇格を勝ち取っていますね。まあ熊本自体はね、 J2 の経験あるんですけれども、結構前のシーズンにいたイメージなので、本当にやっと J3 から J2 に帰ってきたんやなっていう印象はありますよね。今回降格が決まった藤枝とかも、なかなか J3 では降格の位置にいるっていうことないイメージあったんで、少し驚きのあるシーズンやったかな、J3 も。じゃあ、この藤枝 MYFC の代わりに入ってくる JFL のチームはどこなんでしょうかということで、JFL の順位表見ていきたいと思います。はい。チャンピオンはね、6年間連続でホンダ FC ということで、いやー、ホンダ FC マジで強いな。で、昇格してくるのはビランティン三重やったかな。なんかそんな感じの名前のチームやね。三重のクラブが昇格と。で、関東リーグから上がってきたボンズ市原が3位フィニッシュしてるあたり、JFL だいぶ変わってきたんかな。で、1年でね、この弘前のチームが降格決定してたり、岡崎の丸安が降格してたりっていうことで、少し JFL の方は元の形がなくなってきてるんじゃないかなっていうチーム編成になってきたかな。じゃあ次、地域リーグから JFL に上がってくる2チームを見たいと思います。福井ユナイテッドと東京23が上がってきたね。東京23は多分ひたすら地域リーグにいたチームじゃないかな。あんまり JFL にいた名前じゃないんで、初の JFL 挑戦やと思いますね。で、福井ユナイテッドどうやったかな。福井ユナイテッドも初なんじゃないかな。なんで本当にここの2チームも頑張って残っていってほしいね。とまあこんな感じでね、また J1 から地域リーグまで見てったんですけれども、今シーズンはヴィッセル神戸が優勝しましたということで、ヴィッセル神戸がこの企画始まって3回目の優勝を手にしていますっていう感じですね。さあ来シーズンはどういう結末になるのか、またまた見ていきたいなと思うんで、休暇に入りたいと思います。はい、というわけでまた7年目のシーズン終了までこうやって進めているんですけれども、今回ね、移籍期間ね、すごい面白いシーズンやったんやなっていうのが分かって、ヴィッセル神戸がね、やっぱり優勝してて、なんでヴィッセルこんな強いんやろなと思ったんですけれども、なんとニューヨークレッドブルからメシの良太郎、まあ今ね若手として海外で活躍してる選手なんですけれどもね、メシのを取ってきてたり、あとはシュミットダニエルをシントトロイデンから獲得で、エイバルに移籍してた柴崎岳をヴィッセル神戸が獲得ということで、まあ海外でね活躍してた攻撃的なウイング、そしてゴールキーパーで中盤の底の選手を一気に獲得してたっていうのが、結構チームを上昇させている要因の一つなんじゃないかなと思って見てましたね。で、まああと個人的に結構気になった移籍っていうのが、ガンバ大阪に移籍してた辰田が京都サンガに移籍してたりとか、あとは宇佐美がね、ガンバからウニオンベルリン、あのドイツのクラブに移籍してたり、その辺はちょっとへえ、こんな移籍あるんやって感じで見てましたね。ヴィッセル神戸がかなり強い移籍をしてたっていうのが印象的なシーズンやったかな。じゃあ7年目のシーズン終了でまたお会いしましょう。はい、というわけで7年目が終了しまして、7年目優勝したのは FC 東京ということで、勝ち点71で結構な差をつけて優勝しましたね。で、2位にヴィッセル神戸、3位に湘南ベルマーレ、4位ガンバ大阪、5位横浜 F マリノスと続いていってると。まあ FC 東京がね、2回目の優勝ということで、まあヴィッセル神戸、横浜 F マリノスの2強に食い込んできてるっていう感じ
感じにはなってるね。で、今シーズン降格するんが、東京ヴェルディ、アルビレックス新潟、ヴァンフォーレ甲府ということで、まあ、初代のね、J2 のチームが3チーム降格するっていうことで、もう、ほとんど J2 のチームが残らない状況になってきたね。2020年シーズンから考えると、ジュビロ、磐田と京都サンガ以外は、J1 のチームやもんね。残ってるんは。で、まあ、ここの3枠に、どのチームが入ってくるのか、ここちょっと注目ですね。じゃあ J2 リーグの順位表を見ていきたいと思います。はい、 J2 リーグ順位表が今こんな感じとなっておりますと、セレッソ大阪が勝ち点86で1位で、2位が名古屋グランパス勝ち点83、ここが自動昇格ですね。で、3位から6位のプレイオフを制したのが大宮アルディージャ。おー、ベガルタ仙台、ジェフユナイテッド千葉、大分トリニータ、惜しかったんやね。まあ、ここね、ベガルタが上がってたら本当にサンガとジュビロ以外は J1 にいたクラブっていうことで、結構顔ぶれが戻ってくるっていう感じだったんですけど、大宮がプレイオフを制して J1 昇格。まあ、大宮もね、結構このシリーズでは J1 に行ったJ2 降格したりっていう感じなんで、まあまあ安定の昇格候補やったかなっていう感じですね。で、今回降格するんはツエーゲン金沢とビファーレン長崎ということで、いやー、長崎 J3 か、結構厳しいね。まあツエーゲンもね、期限付き移籍でブイブイ言わせてるイメージが2020年シーズンはあったんで、2026年とかになってくるとちょっと厳しいもんがあるんかな。じゃあ J3 見ていきたいと思います。はい、J3 なんですけど、 J3 は福島ユナイテッドが優勝と、そして YSCC 横浜も2位で昇格。いや、この2チーム J2 上がるの初めてちゃうかな。ちょっとね、7年見てたらね、わからなくなる時があるんですけど、多分この2チームは初めてやろ。で、 FC 岐阜、ギラバンツ、ビランティン、ミドホーリーホックと続いていってるっていう感じか。で、今シーズン降格するのは、うわぁ、武蔵野シティか。武蔵野はね、地方リーグ経験してて、5部、4部、3部と上がってきたんですけど、ここでまた JFL に降格が決まったと。いや、JFL から J3 上がんのな、昇格枠が一つやから結構、鬼門なんですよね。いやー、頑張って残って欲しかったけど、勝ち点26で、まあ、10差つけられてたら仕方ないね。じゃあちょっと次、JFL の方を見ていきたいと思います。JFL こんな感じですと。まあ、優勝、相変わらずホンダ FC が優勝と。いやー、本当に止められないね。で、2位にグルージャ盛岡。J3 から JFL に落ちてきてたけど、1年での J3 昇格を手にしたと。いやー、グルージャ盛岡ですら、ホンダ FC の牙城が崩せへんか。で、3位にボンズ市原いるね。ボンズも結構頑張ってるよね、最近。降格するんが、おこしやす京都と松江シティということで、ここでまた地域リーグ降格を経験するっていう形にはなったみたいやね。じゃあ次、一応地域リーグから上がってくるチーム見ていきたいと思います。はい、地域リーグから上がってくるんは、バレンテ矢崎。初めてやね。が昇格と、ブリオベッカがまた、昇格を決めたっていう感じやね。とまあこんな感じで7年目が終了しましたと。まあ一応今シーズンこの企画が始まって2度目の優勝 FC 東京ということで、まあヴィッセル神戸、横浜 F マリノスの2強を覆したっていう形にはなったかな。じゃあ次、8年目。そろそろまた新しいチームが優勝できたらいいんやけど、どうなることでしょうか。俺的には湘南ビルマーレ、ガンバ大阪、この辺に頑張ってほしいね。常に上位にいるんで。じゃあちょっと進めていきたいなと思います。はい、というわけでね、また今回8年目のシーズンを終了するために進めていってるんですけど、まあ今回7年目の移籍で気になった移籍ちょっとお伝えしていきたいなと思います。7年目ね、結構いい動きがあって、ガンバ大阪の井出口が鹿島アントラーズに行ってたり、横浜 F マリノスに行ってた斉藤光輝がコンサドーレ札幌に移籍、ジュビロ磐田でアシスト王とか、アシストランキング上位に位置してた野津田が大宮アルディージャに移籍。なので、大宮アルディージャだから昇格の原動力になったんじゃないかなっていう印象はありますね。で、松岡大輝がサガン鳥栖にずっといたんですけど、名古屋グランパスに移籍と。まあ、こんな感じかな。結構気になった移籍っていうのでは。あとはね、もう、引退の選手とかが増えてきてるっていうのもあって、まあ、谷口翔吾とか、小屋とか、あと、長谷川達也とか、福森とか、あの辺がね、もう引退する時期になってて、33、34くらいなんですけど、そこら辺が引退してるのは本当に驚きやね。じゃあ8年目の終了でまたお会いしましょう。はい、ということで8年目のシーズンが終了して、今シーズン J1 リーグ優勝したのはヴィッセル神戸ということで、まあヴィッセル神戸ね、2シーズンぶりの優勝か
な。昨シーズン FC 東京に取られたものの、また奪還したっていう感じのシーズンやったみたいやね。で、上位の顔ぶれ変わらずと言いたいところなんですけど、2位に清水エスパルスが入ってきてると。あんまり上位にいるクラブじゃなかったんで、結構驚きが隠せない状況ですよね。で、まあ3位に湘南、4位にガンバと。この辺は変わらずっていう感じになってきてて、で、5位に浦和レッズ、6位に大宮アルディージャ。ということで、まさかのね、J2 昇格クラブが1年目で6位にいるっていうのはなかなかすごいことなんじゃないかなと思っております。で、まあこんな感じでバーっと見ていくと、今シーズンの降格2チームのみにはなるんですけど、サンフレッチェ広島が降格っていうことで、このシリーズ始まってから初の降格じゃないかな、サンフレッチェは。結構厳しいシーズンを送ったみたいやね。で、J2 優勝して J1 に戻ってきたセレッソ大阪なんですけど、まさかの1年で J2 降格が決まるということで、いやーセレッソ結構厳しいな。アンダー23も JFL でくすぶってるっていうのもあるんで、ちょっといい若手があんまり輩出できてないんかなっていうイメージがついてきましたね。じゃあ次 J2 リーグ見ていきたいと思います。今シーズン自動昇格を手にした2チームはどこなんでしょうか。はい、ということで東京ヴェルディとアルビレックス新潟、この2チームが昇格。まあヴェルディはね、結構 J1 で長いこと頑張ってたチームっていう印象はあったんで、まあ J2 から昇格、普通にあり得た候補なんじゃないかな。で、アルビレックス新潟は久しぶりの J1 やね。ちょっとまた J1 で生き残っていく姿を見ていきたいなとは思うんですけど、どうなるでしょうか。で、徳島ヴォルティスが久しぶりに上位に来たね。で、ヴァンフォーレ甲府、愛媛 FC、ベガルタ仙台。この4チームでプレイオフをしたけれども、結局残ったのは16位の名古屋グランパスということで、ここから昇格が現れることはなかったっていう感じか。で、まあ下の方をこうやって見ていくと、わかるんが、J3 に降格するんが、YSCC と福島ユナイテッドということで、いやー、J3 から上がってきたクラブが、両チームともそのまま落ちたっていう感じのシーズンになっちゃったね。あんまりなかったけど、こういう昇格したチーム2チームとも落ちるっていうの、ちょっと新しい展開が出てきたんかな。じゃあ次 J3 から上がってくるチーム見ていきたいと思います。はい、 J3 から上がってくるチームはまさかのビファーレン長崎とツエーゲン金沢ということで、こちらも J2 から落ちてきた2チームがそのまま昇格ということで、まあまあまあ間違いないよね。ビファーレン長崎もね、金沢もね、戦力としては J2 で全然戦っていける戦力のチームなんで、 J3 にいることがおかしいっていうのもあるもんね。で、まあ3位鳥取、4位水戸ホリホックと続いていっているっていう感じで、降格するんがカターレ富山か。いやー、富山 J2 経験クラブが JFL に落ちる、これはなかなか痛いんじゃないか。いや、1年で帰ってきてほしいね。じゃあ次 JFL、 まあ今回も本題 FC なのか見ていきたいと思います。おおマジ、ボンズ市原優勝、そして昇格。本題 FC が初めてチャンピオンの座から崩れ落ちたね。しかも勝ち点48、まあまあ苦戦したんやな。で、ボンズ市原はね、もう紛れもなく地域リーグから上がってきたチームっていうことで、 J3 昇格初なんでおめでとうございますって感じやね。本当頑張ってほしいね。勝ち点72やったら結構強いと思うんで、 J3 でも中位くらいには入っていけるんじゃないかなっていう期待はありますよね。で、アスルクラロ沼津とかね、セレッソアンダー23とか、この辺のもともと J3 にいたチームが結構ずっと JFL にいるあたりね、やっぱ JFL の昇格一枠っていうのが厳しいんじゃないかなっていう印象がすごいですよね。で、今シーズン降格するんが、うわ、武蔵野シティ降格か。で、ホンダロックも降格と。初の降格やね、ホンダロック。そして武蔵野シティは J3 から JFL に落ちて、JFL から地域リーグに落ちるという。いやー、どうしたんや。で、地域リーグ上がってくるのが、あ、ジャパンサッカーカレッジと、コバルトーレ、女川。というところですね。はい、というわけで8年目が終了して、まあ今シーズンね、優勝したのはヴィッセル神戸ということで、まあまた優勝の数が増えたっていう感じにはなるんですけど、清水エスパルスとか湘南ベルマーレ、そして浦和レッズ大宮アルディージャとね、上位にいるチームが結構変わってきた印象もあったんで、来シーズンヴィッセル神戸を止めて優勝するのはどのチームなのか期待がかかりますね。じゃあ次9年目のシーズンいきたいと思います。
はい、というわけでまた9年目のシーズンを終了するに向けて休暇を進めているんですけれども、ちょっとなんか報告する面白いことないかなと思って調べてたら、まあ現役やった選手がもう結構引退したりして監督とかコーチになってることが多いんですよね。で、監督になった選手で J3 のチームブラウブリッツ秋田に山下達也とかアビスパ福岡のジョーゴ選手が引退して FC 大阪の監督になってたり、ファジアの岡山なんて柏レイソルの大谷選手が退任してセレッソ大阪で活躍してた徳倉選手が監督になってたり、あとはね、小林優、小林が今アビスパ福岡で監督してますね。まあ J1 のチームはね、元が選手やった人が監督してるっていうのはないので、ここからね、宮本常康みたいな感じで若い監督が J1 でも増えていくと面白いよねっていう感じではありました。じゃあまた9年目のシーズン終了時点でお会いしましょう。はい、というわけで9年目のシーズンが終了して、ヴィッセル神戸がまたも優勝ということで2連覇を達成しています。勝ち点77なんでね、結構差が開いたね。2位が湘南ベルマーレ勝ち点69、3位浦和レッズ63、4位ガンバ大阪63と続いてるっていう感じやね。いや、浦和が復帰してきたんは結構熱い展開やね。で、優勝経験のある FC 東京、横浜 F マリノスは6位7位ということで、少し苦戦をしたシーズンやったんかなっていう印象がありますね。今回降格するんが柏レイソルと京都サンガということで17位18位で降格でね、16位に鹿島アントラーズがいるんですよね。で、鹿島はプレーオフをなんとか勝ち抜いて J1 残留っていう感じにはなったんですけど、ここ最近のシーズン結構下位に沈んでるっていう印象があるんで、これはね、もしかしたら鹿島アントラーズが J2 降格っていうのもあり得てくるんじゃないかなと思うシーズンでしたね。じゃあ次J2 のチーム、どこが昇格するのか見ていきたいと思います。J2 こんな感じとなっております。はい、というわけで、サンフレッチェ広島が1年での J1 昇格を決めてますね。で、2位のモンテディオ山形も昇格。ということで、まあ、モンテディオはね、パート1の時でも結構昇格したり降格したりが多かったんで、また J1 の舞台で戦えるっていうのは熱い展開じゃないかなっていう印象はありますね。で、ヴァンフォーレ甲府がね、毎回3位、4位あたりにいて、なかなか J1 昇格できないの結構悲しいよね。で、セレッソ大阪もね、ちょっと J2 落ちてきてくすぶってるっていう印象がありますね。で、FC 東京のアンダー23が4位にはいるんですけど、FC 東京、アンダー23に関しては J2 までにしか行けないんで、7位の FC 琉球までがプレイオフやったっていう感じやね。地味に決勝戦ってるのは FC 琉球やもんね。アントラーズに 3-1 で負けたものの、J1 昇格もう少しっていうところまで来てたみたいなんで、来シーズン FC 琉球どうなるかは期待やね。で、まあ今回降格するんが、ザスパ草津とツエーゲン金沢ということで、まあ、ツエーゲンはね、1年で J2 に戻ってきたけど、また J3 に逆戻りっていう感じのシーズンにはなっちゃったんかな。まあ、本当にね、横浜 FC とか大分トリニータ、この辺がね、もともと J1 やったクラブやったんですけど、もうだいぶ J2 にいるもんね。横浜 FC に関しては、初年度に落ちてからずっと J2 にいるっていうことなんで、もう8年 J2 にいるっていうことになったんで、またね、13年ぶりに2020年は昇格したんで、10年後とか13年後になるんかな、 J1 上がるん。横浜 FC にも頑張ってほしいなっていう印象ですね。じゃあ次 J3 の順位表を見ていきたいと思います。はい、 J3 昇格する2チームはギラバンツ北九州と FC 岐阜ということで、まあギラバンツ FC 岐阜ね、 J2 によく行くチームっていう印象はあるんで、ここは変わらずって感じやね。で、 J3 に昇格したボンズは10位フィニッシュということで結構頑張ったよね。降格するんがバンラーレ八戸ということで、まあバンラーレはね、 JFL 行ったり結構してたんで、また J3 の舞台に戻ってくるのを目標に頑張るっていう感じかな。じゃあ次、初めてJFL の優勝を逃したホンダ FC は今シーズンどうなんでしょうか。おー、ホンダ FC 優勝してますね。ということは本当にボンズ市原が頑張ったっていう感じなんやろね。で、カターレ富山も2位で昇格ということで、まあ勝ち点57なんで、ホンダ FC と一緒っていうのは結構熱い展開やったんじゃないかな。じゃあ次、地域リーグから昇格してくるチームはこの2チームですと。 FC イカリアと
いわき FC ということで、いやー、FC 刈谷もいわき FC も久しぶりの JFL なんでね、ちょっとどんなシーズンになるか気になるっちゃ気になるね。で、まあ今回9年目が終わって優勝したのはヴィッセル神戸ということで、まあ2年連続の優勝を手にしたっていうことで、次ラストの10年目のシーズンを進めていきたいと思います。はい、というわけでね、このパート2のラスト10年目の終了のシーズンに向けて進めていくっていう感じにはなってるんですけど、もうね、移籍の動向がね、ほとんど話題となる選手がいないんですよね。で、まあ昨シーズンのね、こうやって進めてる時に監督で宮本恒康みたいな監督出てこうへんかなって言ってたんですけれども、まあピンポイントで出てきて、 FC 東京で森重が監督になってて、本当に森重って FC 東京のイメージがだいぶ強いし、こういうクラブのレジェンドみたいな選手が監督になるんは結構熱い展開なんじゃないかなと思って見てましたね。で、 J2 の方はね、結構増えてきてて、サンフレッチェ広島の柏ですよね、栃木 SC の監督になってたり、今シーズンから京都サンガに加入する竹富が徳島ボルティスの監督になってたりと、結構ね、動きがあるんですよね。あとね、ちょっと気になったんで、カズさんとか何してんのかなと思ったら、カズさんはね、今監督業、2027年までいわき FC で5年間か6年間くらい監督をしてたんですけど、今はいわき FC を退任して無職でやってますね。60歳超えてるっていうあたりで、ちょっともうサッカー界から引退するんかなっていう感じはありますね。じゃあラストの10年目のシーズンでまたお会いしたいと思います。はい、というわけで10年目のシーズンが終了して、なんと優勝したのは湘南ベルマーレ。初の J1 優勝を湘南ベルマーレが成し遂げました。いやー、勝ち点差10ついたんやね。で、2位はね、相変わらずヴィッセル神戸がいるということで、まあ優勝はできひんかったものの頑張ったシーズンやったんかな。で、コンサドーレ札幌サガン鳥栖が3位4位で続いてて、ガンバ大阪ジュビロ磐田 FC 東京横浜 F マリノスと。でね、ちょっと降格するんがね、まあ昇格組のアルビレックス新潟とモンテディオ山形と、もう一チームが昨シーズンプレイオフでなんとか残留を決めてた鹿島アントラーズということで、残念ながら J2 降格が決まったということで、アントラーズ初の J2 を2030年シーズンで J2 リーグを経験するという形になりました。次、 J2 リーグの方、どの3チームが昇格するのか見ていきたいと思います。はい、というわけで1位が柏レイソル、そして2位にヴァンフォーレ甲府、この2チームが自動昇格、そして3位から6位のプレーオフを勝ち上がったのがファジアーノ岡山ということで、 J1 への挑戦権を手に入れたという感じになりました。そしてね、3がベガルタ大分トリニータ、ここの J1 経験クラブたちがプレーオフで敗れるという感じになったんで、ちょっとね、悲しいシーズンやったね。そして J3 に降格するんが愛媛 FC とギラバンツ北九州ということで、愛媛 FC めっちゃ久しぶりに J3 降格するよね。最近結構上位にいたりしてたんですけど、今シーズンは苦戦した感じやったんかな。じゃあ J3 の方見ていきたいと思います。はい、J3 の順位表こんな感じとなっております。津江県金沢がまたも1年での J2 昇格を決めてて、ザスパ草津も1年での J2 昇格を決めたという感じになりました。いやー、まあ J2 から落ちてきた2チームがね、そのまま上がるんが最近の J3 っていう感じになってきてますね。そして FC 大阪が JFL に久しぶりに降格ということで最下位になっちゃったっていうのはあるんですけれども、次 JFL から上がってくるチームどこなのか、そして本田 FC はまた優勝してるのか気になるんで見ていきたいと思います。はい、というわけで今シーズン優勝したのはセレッソ大阪のアンダー23ということで、ホンダ FC は3位やったよね。いやー、こういうパターンはね、まだ2回目なんでね、どうなるかわかんないんですけれども、こっから JFL ではホンダ FC が最強っていうのがなくなってくるんじゃないかなっていうのが見えてきましたね。そしてまあ降格するんがバンラーレ八戸と高知ユナイテッドということで、バンラーレはね、昨シーズン J3 やったんで、このまままた地域リーグに落ちちゃうっていうのは結構痛いんじゃないかな。そして地域リーグから上がってくる2チームはこの2チームですと。はい、おこしやす京都と SRC 広島、この2チームが昇格ということで、おこしやすはね、結構久しぶりに上がってきたね。やっと決勝の舞台でも勝利して JFL に戻ってくることができましたっていう感じだね。そしてまた5年間進めていったんですけれども、10年目にして初の
J1 優勝クラブが出てきましたね。湘南ベルマーレ。いや、おめでとうございますって感じだね。本当に FC 東京、横浜 F マリノス、ヴィッセル神戸。この3チームのみが優勝してたんで、湘南ベルマーレが新しい風を吹かせてくれたかなと思います。そしてね、まあコンサドーレ札幌とかサガン鳥栖とか、あんまり上位に上がってきてなかったチームが上がってきたんで、またね、混戦が見られるんじゃないかなっていう希望が湧いてきてますね。じゃあ、まあ今回のパート2、6年目から10年目をお届けしたんですけれども、100年、結構先なんで、どんどん動画は上げていきたいと思います。じゃあ、今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。